ソフトバンクのモイネロがインスタグラムを更新し、グレートピッチャーとの再会を報告した。モイネロと松坂さんの胸厚2ショット、写真、モイネロの投稿に登場したのは、かつてソフトバンクにも在籍した松坂大輔さん。モイネロは松坂さんとの2ショットを公開し、I'm glad to see you in person、you are a great pitcher、実際に会えて嬉しい。 あなたは素晴らしいピッチャーです。とメッセージを添えた。SNS などでは、モイネロって松坂のこと知ってたのか。直接会ってるってことは前から知ってたってことよな。応援してます。君も素晴らしい投手。どのコメントが寄せられた。松坂さんは2015年から3シーズンにわたりソフトバンクに在籍。モイネロは17年にソフトバンクに加入しており。 一シーズン同じユニフォームでプレーした。オイネロは完全別メニューでキャンプイン。昨年7月に左肘の手術を受け、母国キューバでは今年1月に実戦復帰。先発転向が有力とされる今期の起用法については、自分のトレーニングの内容としては、先発のような感じでやっている。まだ先発か中継ぎかは、はっきり決まっていないので、 どっちでもいけるような準備をしていこうと思っています。実践はまだ正確にはわからないけど、トレーニングで投げてみて、そこから決めていきます、としている。